コニコの一番うまいとこ。どうも、お世話になります。なんか久しぶりだよね。久しぶりですね。久々名古屋来ました。名古屋だよ。今日は何撮りますか。今日ね、味噌煮込み一番うまいとこ、まこと屋さん、めちゃめちゃうまいんで、行こうか。はい。いや、ここのさ、まこと屋さんのさ、味噌煮込みはさ、これを食べなきゃダメなんだよ。エビ親子。エビ親子。あ、本当だ。おすすめ1位になってますね。そう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 。味噌煮込みに、エビ天と、はい、卵と、まあ、かしわだね。ゴージャスですね。ゴージャス。俺流の食べ方があるんで、やってみましょうよ。楽しみですね。お出汁の中身は鰹節と椎茸。なんかね、いろいろ混じってんだ。そういうことですね。あ、でももうすでに節の香りがすごいしますね。あ、そうでしょ。うん、あ、めっちゃいい香り。このかしわは何のかしわになるんですか。くみかわ。くみかわの鳥になるんですね。地鶏ですね。やっぱりもうその湯がかれた麺じゃなくて、生麺をそのまま入れるのがやっぱり味噌煮込みですよね。大体名古屋はちょっと麺が硬いよっていう。いや、そうですよね。あれがうまいですもんね。うわぁ、土鍋に移す作業があるのはなんでなんですか。ちょっと麺がやっぱりこう馴染むというか、じゃ麺硬くっておっしゃる方がいるので、そういう、ここの過程を省きます。ああ、そうなんですね。この鍋を挟むことによって、じゃあ麺のこうもちっぽさが増えるみたいな感じなんですね。食べやすくなるという。ああ、なるほどなるほど。今ネギが硬いので、はい、ちょっと細く切ってるんです。あ、いつもよりですね。そうです。一年の中で今一番ネギ硬いので。ああ、季節的なもので。そうそうそう。あ、そうなんです。冬の方が甘みが増すという。すき焼きとかいうのに使う。季節ごとに若干違った味が楽しめるんですね。そして卵を落とします。はい、うわ、楽しいんですよ。で、ここにエビが入って、いいエビですね。いいエビですね。わー、これがエビ親子ですね。そうですね、だから私は親子エビです。親子エビですね。あ、失礼しました。親子エビですね。そうですね。ソニコに来ましたね。来たね。これめちゃくちゃうまそうっすよね。そうなんだよね。やっぱこのエビ天がさ、でかいしさ、まこと屋さんね、ネギが多いんだよね、めちゃくちゃ。ああ、確かに。あとね、俺が好きなのはね、このね、セット天かすと、はい、一味、これ俺の必須アイテムなのね。へえ。このね、やっぱり、ね、天ぷら美味しいにしたくて、天かす美味しいんだよ。これをね、もりもり入れていくのがいいんだよね。まず、基本的にはね、具材よりもね、メインからいきたいんだよね。東海地方の人しかさ、あんまり食べ慣れない固めの味噌煮込み用の麺が、めちゃめちゃこれが好き嫌いがあるんだけど、地元民にはたまらん味で、これをこんな感じで、で、この天かすをね、あー、いい。で、この一味、これね、七味はちょっと味が複雑になっちゃうんで、あえて一味がいいんだよね。あー、シンプルに。そう、ちょこちょこっとこう入れていただきます。はい。カメラ越しに麺のゴワッと感というか、うまそうさが伝わってきますもんね。本当にうまい。もうシコシコ感っていうの、麺の。これはもう東海地方でしか食べれないからね。いや、間違いないですね。さあ、これよくさ、観光客の人たちとかさ、このまま食べるんだよ。はい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 。あ、作ってくれんねやから。なるほど。必ず、この豚水ガールとかでも豚水に乗っけてもらって、ナイトが大体蓋がついてるんで、蓋を豚水代わりにして食べる。蓋に乗っけるんですね。エビを食べるタイミング悩むんだけど、はい、ちょっと俺は今日はあのひたひた系でいきたいんで、ちょっとひたして置いとくわ。うわ、もううまそう。一口先食いたいよね。食いたいですね。カリッと状態一口いきたいよ、先。ちょっと行儀悪いけど。うわ、でかっ。うん、プリプリ。いや、ほほ、いいな。プリプリっすよ。うわ、エビでかっ。こんでかいエビのって1300円くらいですもんね。うん、お値打ちですよね。お値打ちだよ。だって味噌煮込みさ、はい、高い店多いからね。確かに有名店とか行くと2000円とか余裕で行きますよね。分かりますかね、これ皆さんに。これがこの麺のこのゴワッと感。うん、
の状態見てほしいんだけどさ、はい、これ麺ないんだわ。あ、本当だ。麺がないのにこんだけ具があるんだよ。なるほど。こっからもう一回楽しめよって。なるほど。まとてさ、これさ、なんでさ麺食った後にさ、具食べてるかっていうとさ、麺がないとさ、鍋食べてみたいな感じなんだよ。一応楽しみに。なるほど。どうだ、うまい。ちょっとこの辺でさ、エビ天やっつけるわ。うわ、とうとういい感じに染みてきたわ、これ。うわ、ほんとだ。いいよね。うわ、ほんとだ。味噌たっぷり吸って、うわ、べちゃっとした感じがさ、うん、めちゃめちゃ味が染みてる。どうだ、うまい。プリプリだよ。エビ天この状態が一番うまいですよね。ちょっとこれだけ剥がれてさ、またうまいんだよね。わかります。うまかった。食べちゃった。もう卵とさ、ネギだけ残してあるんだわ。あ、ほんとだ。何します？なんすか？ご飯でしょう。来たー。雑炊でしょう。来ましたね。これ俺定番の俺の締めだからね。ちょっと頼みましょうか。いや、それちょっと教えてください。すいません。ご飯、熱々のご飯を最後ここにいいんでしょ。最終的に取ってあった卵、まあ、ちょっと火入っちゃってるけど、うわ、潰して味噌卵雑炊の出来上がりと。いや、これ絶対うまいやつじゃないですか。うまいですよ。これ多分 2,3 倍食べれるよね。満足度もワンポイントも高いよね。確かに。米が綺麗ですね。うん、ツヤツヤ。さ、他のとこはさ、はい、ネギが少ないからさ、最後はネギ残んないんだよね。お子さんの皆さんはさ、ネギが多いからさ、嬉しい。このやっぱり、ね、ちょっとカリッと食感を出したいんで、こんな感じで、いきますか。うん、ままだよ。めちゃくちゃうまい。でもさ、最後に取っといた卵がさ、めっちゃテンション上げてくれるんだよね。でもさ、この味噌の良さ、濃さ、名古屋人しか分からないんだろうな。分かんないかもしれないですね。ぜひもう先入観でも食べてほしいわ。あ、本当ですよね。このうどん硬いとかさ、はい、全国と全然違うからね、うどんと。そうですね、うん、そういう意味で言うとやっぱり誠屋さんが食べやすくてうまいですよね。そう、初心者の方にもおすすめしやすい味噌煮込みかもしれないですね、うん、かといって名古屋人が物足りないわけじゃない。しっかり味もあるし、麺も美味しいし、最後はまたこれだね。お世話になりますね。これどんだけ減っちゃったんだね、今日この席。申し訳ないね。ありがとうございます。本当ですね。失礼します、はい。味仙とかもこのスタイルなんだけど、手羽先を醤油ベースの出汁で煮込むっていうか、出汁だ、出汁じゃなくてタレだな。だって箸でほぐれちゃうそうですよね。ほぐれるよ。ああ、もうお米からスルッと外れますね。だからこうだよね、普通に。はい、あ、もうほんとスルッと取れますね。状態チェキ、はい、お願いします。もう、あ、めちゃめちゃ綺麗な、取れちゃうじゃないですか。うん、うまい。味はどんな味ですか？醤油系のタレで。塩コショウとは違うんですね。僕もよそく味が入ってる。煮込まれてる感じなんですか？うん、肉汁が出るとかそういうパターンじゃなくて、しっかりの中まで味が入ってポロポロ、これも本当に一人一本パクってやってから味噌煮込み行ってほしい。間違いないですね。あー、今日飲みたかったな。飲むとさ、ここまで食べれないからね。